今朝、泉区の歩道で男性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました男性は重傷で現場に車の部品が散乱していたことから警察はひき逃げ事件として捜査しています警察によりますと今日午前6時ごろ泉区二次農家2丁目の市道沿いの歩道で男性が頭から血を流して倒れているのを新聞配達員が見つけ消防に通報しました 倒れていたのは近くに住む58歳の男性で命に別状はありませんが頭などに大けがをしているということです現場付近にはエンジン色の車の部品が散乱していて警察はひき逃げ事件として捜査しています現場は片側1車線の市道で男性はジョギング中だったとみられています